はい、それでは、これから髪の毛を乾かしていくんですが、乾かす前に最終的な仕上がりをイメージして、髪の毛全体にですね、グラマラスカールのローションのハードを、全体にしっかり塗布していきます。で、表面全体につけたら、軽く、ブロッキングをして、内側の、パネルにも、ムラなくしっかり、つけていきます。はい、これから、ドライをしていきます。で、ポイントは根元から毛先に向かって、指を通していくように、同じように風と熱も、根元から毛先に向かって通っていくようにしていくのがポイントです。で、これからアイロンを巻いていくんですが、ブロッキングを、少ししていきます。イヤツイヤで、前と後ろに、分けていただいて、で、後ろが、4ブロックですね。で、サイドが、3ブロックに分けるような形で、それから、パネルを取って巻いていきます。それでは、バックのアウトラインから、巻いていきます。あんまり大きいベースを取らないで、バックのアウトラインで、大体3ブロックぐらい、縦に分け取って巻いていきます。毛先から、巻き込んで、大体2回転ぐらいで、ちょうどいいんじゃないかなと思います。では次のブロックに移ります。で、同じように、カールを積み重ねていくんですが、バックのアウトラインで、巻いた、毛束の、上に、少し乗っかってくるような形でアイロンを巻いていきます。巻き方は同じですね。毛先から巻き込んで、2回転ぐらいを目安に巻いていきます。それでは次のブロックに移ります。表面の髪の毛に関しては、自然にこう落ちていく位置を自分の目で見て確認をして、それから巻いていきます。より自然なカール感を出していきたいので、先ほど巻いたパネルを少しだけすくって多少ブレンドするように巻いていきます。で、最後表面のブロックに移ります。で、この時も先ほどと同じように自然にこう落ちる位置を自分の目で確認して巻いていきます。表面は少しふんわりした質感を出していきたいので、少しだけステムを上げて、それで巻いていきます。で、アイロンアウトするときは髪の毛を引っ張らないように、テンションがあまりかからないような状態でアウトしていきます。はい、これでバックのブロックを全部巻き終わりました。で、これからサイドのブロックに移っていきます。もう現状右サイドが巻いてあります。で、同じようにこちらの左サイドも巻いていきます。で、ポイントは縦に3ブロックですね、分けるような形で1ブロックずつ巻いていきます。で、まず第1ブロックに関しては、根元のステムをあまり上げないように巻いていきます。毛先が少し外に向くように毛先から巻いていきます。アイロンアウトする際もテンションをあまりかけないように優しく外してあげるところがポイントです。こういった形でここのボリュームがあまり出ないようにするところがポイントですね。第2ブロックに移ります。こちらは先ほどのパネルと逆に毛先が内側に入るように巻いていきます。で、最終的に表面のブロックに移ります。こちらは方向性を少しだけつけたいので、ちょっとリバースに向けて毛先から巻いていきます。基本的に巻き方はすべて毛先巻きです。はい、これでアイロンを今巻き終わりました。前髪だけ少しカールをつけたいので、マジックカーラーなどで巻いていきます。
少しだけ前髪に熱を当ててあげて、自然なボリュームをつけていきます。この状態だとどうしてもやっぱりカールの質感がまだちょっと硬いので、少しドライヤーを当ててこのカールの質感を少し柔らかくなじませていきます。温風を当てながらなじませていきます。でなじませることでよりこうカール同士が馴染んで、モデルさんに本当に自然に、フィットしていくような質感に変わっていきます。でスタイリングはクリームエッセンスのライトを使っていきます。しっかり、全体に広げて、つけ方としては根元から、毛先に向かって、つけていきます。で今回は、カールの質感をできるだけこう軽い状態で仕上げていきたいので、クリームエッセンスのライトを使っていますけれども、もう少し重さを与えてあげたりとかしっとりさせたい場合はクリームエッセンスのモイストを使ってみるのもいいのではないかなと思います。で中間からこう毛先につけていって、最終的に手のひらに少し余ったものを表面につけていきます。この時は押さえつけないように注意をしてつけていきます。でこの状態で最後に、毛先に少しだけ、オイルエッセンスのライトをつけていきます。先ほどと同様に、手のひらにしっかりと、オイルエッセンスをなじませて、毛先の、表情を整えていきます。毛先の、例えばダメージが、少しある状態であったりとか、乾燥とかパサつきが気になる状態であれば、ライトではなくてモイストの方を選んで使っていただいてもいいのではないかなと思います。少し重なりをほぐしてあげて、柔らかくて軽い質感を調節していきます。はい、以上でスタイリングの方が終了になります。どうですか？大丈夫？